はい、これからですね、ボタンの作り方お話しさせていただきます。追加を押します。で、ここに、ボタンっていうのがあってますので、ボタンを押します。で、例えばこれですね。今すぐ購入ボタンを押して、またす。はい。で、ここにありますので、2つできましたね。で、そして、こちらをクリックして、リンクをもちろんつけることもできますし、編集、文字を変えることもできます。レイアウトを変えることもできます。あとデザインも変えることができます。このボタンを押します。ちょっと立体的になりましたね。あと、こちらもですね。で、アニメーション効果で、ちょっと動きを、変えるとか、そういうこともできますので、ボタンいろいろ作ってみてください。以上です。ありがとうございました。